どうもこんにちは、ジュンです。今回もマリオ&ソニックあとロンドンオリンピック Wii 版やっていきたいと思います。さあ今回がパート55ということで、さあ今回はロンドンフェスに収録されているクイズをやっていきたいと思います。さあということで、皆さんクイズというのをご存知でしょうか？ロンドンフェスのイベントリストにはこんな感じで、ヒーロークイズやヒロインクイズ、戦士キャラクタークイズなど全部で10パターンあるんですよね。ということで今回はそちらの方を50問一気に出題したいと思います。まあただただ俺たちがクイズをやるだけなんですけれども、でこれだけだとつまらないので、今回はとあるマネージャーと一緒にやっていきたいと思います。実は呼んでるんですね、今回実は。まあなんですけれども、それとね、皆さんもクイズに挑戦しながら、今回俺とマネージャーどっちが正解できるのかもね、見てくれればなと思います。ということで早速どうぞ。
ということで全50問出題してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ本当は200種類以上問題はあるんですけれども、まあそれはね、まあその中から50問を厳選しましたので、まあ今回マネージャーとうまくね競えたんじゃないでしょうか。ちなみにマネージャーはこの時のためだけに読んだもので、実際は俺とは一切関係がございませんので、はい、ということでよろしくお願いします。はい、ということで俺今一人しかいませんけど、お、そしてなんかまた新しいメール来てますね。はい、何でしょうか。はい、プレゼントだぜ。兄たちが競技で活躍してるんだって。10回も競技に出たそうじゃないか。俺からプレゼントを送るぜ。これからも頑張ってくれ、クリボーより。ということで、お、クリボーからウェンディースーツをもらいました。待って、兄を使って競技、なかなか大変だぞこれ。で、プレゼントを用意したよということで、はい、ロンドンフェスタのクイズで100問も正解するなんてどれだけののしいなんだ。最後にもう一つだけプレゼントを用意しちゃったよ、送っておくからね、ケイホより。ということでレミースーツもらいました。わー、待てよこれ結構大変だぞこれ。で、とりあえず今のチャレンジの状況をご覧ください。はい、こちらもうほとんどクリアしてしまってるんですよね、実は。で、残ってるのがロンドンフェスタのボーナスゲームとボーナス競技を全てプレイすると、ロンドンフェスタで全てのシールを入手する、そして全てのコスチュームを入手するということですね。これもめちゃくちゃ大変なんですが、で、これワンマッチのやつもこれ全てレベル3でクリアしていると思いきや、はい、こちらチームマーメイドを達成してないですね。シンクロ連続 ×30 を成功させる、これがめちゃくちゃ難しいんですよ。で、他のも結構やばかった。例えばこれ50点の場所に着地する、これもまあまあ難かったです。特にこれ一人でやろうとしたらとんでもない時間がかかりましたよこれ、本当に。まあとりあえずこんな感じでね、ほぼ全てワンマッチのチャレンジも達成しておきましたんで、まあ今のところ達成率がどれだけあるのかもね、見ておきましょうか。はい、こちら 95.2%、 今 95.2% なんで、まああとはシールですね。シールを残りあと8種類ありますので、そちらのコンプリートを目指していきたいと思います。よし、あとはロンドンフェスタだな。ロンドンフェスタでどんどんねシールを集めていきたいと思っております。なんとかコンプリート目指して頑張りますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録、高評価、サブスクライブ、ツイッター、TikTokのフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。